2022年9時の日、9月2日でございます。和歌山県有田美濃島漁港。今日はな、台風の影響もあってな、朝雨も降っておった。それまではな、雷ゴロゴロすごいなっておったぞ。でちょうど3時ぐらいにはな、雨は降っておったと。雷は鳴ってなかったらしいんだけどな。でも風もそこそこ強かったぞ、今日は。でな、100隻ぐらい船があるんだけどな。100隻も全部は今日は出漁してなかった。一部の船が出漁しておりました。いいね、タグ船、こんなの大好きだよっていうのかな。俺の親父が言っておった頃はな、うねりがあるとか台風があってな、全国の漁師が働けない時っていうのはな、値段が良かったんだ。だから仲買さんからも頼まれてな、明日うねりあるかわからんけど頑張ってくれよと。よっしゃって言ってな、やっぱり頑張って魚取ってきたらな、値段が良かったっていうのはあったな。今日はな、やっぱり値段がいいような感じしたな。いいよ。で、魚の方だけどな、うねりの影響はな、まだそんなにない感じだったな。餌とかたくさん取れたというふうに言う方もおったけどな、そんなにタイがたくさんあったわけでもないし、ハモもたくさん、ハモもそこそこ取っとる人もあったけど、そんなにハモがたくさんあったっていう感じでもないなと。本当にうねりが出たらな、ハモとかいっぱい取れるからね。まだだよまだだよ、もうちょっと台風こっち来いよ、少しだけこっち来いよと。あんまり来たら困るけど、ちょっと波立てる程度に来てくれと。今日はこんな感じの漁でございました。見てください。今日もゆくゆく暴れん坊たくむね、はいや、登録よろしく。バンボー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 暴れん坊たくむね。